演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートロータスビスケットデニッシュと日本の食べたいと思います。ファミマベーカリーですね。ロータスビスケットという商品があるみたいですね。なんかどこかで聞いたような記憶はあるのですが、どんな商品なんだろう。いつかそちらの方も食べてみたいですね。で、見た目はこんな感じです。デニッシュなので多分割ったらボロボロいきますので、もうこのままいきますね。ではいただきます。ロータスビスケットってそもそも何なんでしょうか。そこがわからないと。デニッシュ生地自体はさっくりとしたわりとシンプルなものなんですが、その間にある何て言ったらいいんだろうな、何と言ったらいいのか見当もつかないような甘い何かが入っていて、それがザクッザクッとした音はしていましたね。で、甘さがその中で口の中でぶわっと広がってきて、ちょっと蜜みたいな感じがあって美味しかったです。ただ本当に何て言ったらいいのかわからないようなものなので、こちらの点数とさせていただきます。これがロータスビスケットなのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。